はい、こんばんは、高蔵でございます。またあの夜のドライブの感じになってしまいました。今日もう日付は変わって日曜日なんですけどね、まあ、土曜日もねちょっとあの一日仕事だったもんでね、明るいうちにドライブに行きたいななんて思ってたんですけどね、今日は行けませんでしたね。なのでまたちょっと深夜のねドライブになりますけどね、あれからのねエンジンチェックランプの不具合からね、まあもう 2,3 週間経つのかな、まあこうしてね、まあ大体土曜日が今毎週仕事になっちゃってるんでね、あの深夜にドライブしてるわけですけどね、今のところは異常なく快調に走れてますね。先週、まあ週をまたいでっていうかね、どんどんこう距離を伸ばしてドライブしてるんですけど、それで今日はちょっと長い距離をドライブしてみようかなと思っておりますけどね。まあ、このままやっぱり何もねつかないでもらいたいんですけどね。まあちょっとこればっかりはねどうなるかまだ高藤さんも分かりませんね。はい、またまたですね、ちょっと気になる、まあ、パーツがありましてね、なんだピラーバーツんですかね、あのアルトワークスじゃないや、あのリアのシートベルトのところにねこうくっつけてやるあのピラーバーをつけてみたんですよ。でそのつけてまあちょっとどんな感じなのかなと思いまして、まあこう結構今あのカーブが連続するようなねあの道走ってきたんですけど、やっぱりついてるとなんかこうカチッとした感じのねフィーリングになりますね。まだあの高蔵さんのアルトワークスはさすがの純正のままなんですけど、そんなんでも結構あの体感できる、私はまあできましたね。結構あれなんですね、やっぱこういう補強パーツっていうんですかね、つけるとつけないのとではやっぱ差が出るんですね。これはまた一つ勉強になりましたね。車のこういう、まあ、やっぱ車のねあのパーツ面白いですね。こうつけると、まあ、自分の車がね表情変わってきて、このドライブもねまた楽しくなるというね。それなりにまあお金はかかっちゃいますけどまあねこのアルトワークスなんかは、まあ何もいじらないでもね十分楽しめる車なんですけどね、そこをさらにこうチューニングパーツをね自分のあの入れたいやつを入れてね乗るとなかなかやっぱり楽しさも倍増しますね倍増するんですけどお財布事情はというね今月の払いがちょっと怖いですね。ちょっと先月にもう我慢できなくてあれやこれやもう買ってつけちゃってるんで、もう
大変なことになりますね今月は。まあ、覚悟はしてますけど、まあ買って後悔はしてないんでね、まあ、後悔してたらそもそも買いませんしね。この時間ですとこういう田舎の道だとね、道がもう車があんまり通らないんでね、ゆっくり走れますね。もうようやくこのアルトワークス納車されて1月で、今5月だから4ヶ月経ったのかな。だんだんやっぱりこう乗ってくると、あのマニュアル車の、運転っていうんですかね、だんだんやっぱり慣れてきますね。最近はようやくやっとね、エンストするようなこともなくなってきましたしね。坂道発進の方もなんとか普通にできるようになってきたんで、まあ、まだあのエンストしちゃうことはたまにあるんですけど、まあ後ろの車に迷惑かけてすいませんって思って運転してるんですけど、まあね、まだまだね、やっぱりでもダメですよ。こうもっとねうまく走れるようになるように練習しないとダメですね。まだまだ練習というか走り込むしかないんですけどね。いやー、ちょっと一つ心残りがあります。心残りというか後悔してますよね。もっと若いうちに MT 車に乗っとけばよかったなと。ちょっと後悔してますね。まあ後悔してもしょうがないですけど。高蔵さんはまあもともと北海道で、まあ、実家がありましてね、なんで就職で、まあ、今千葉県にいるわけですけどね、まあ多分そのまんま北海道で、ね、向こうで就職してなんてやってたら、どうだろうな、最初から AMT 車買ってたかもしらんね。向こうはやっぱり道幅も広くてね、交通量も少ないんでね、なんですごい走りやすいんですよね向こうは。だからね、多分買ってたと思いますね。いや、こんなに MT 車のマニュアル運転が楽しいとは思いませんでして、まあ、買った時は若干後悔はしましたけどね、大丈夫かなと思って、俺に運転できんのかななんて思いながら失敗を重ね今に至ってますけど、今でもまあね、なんだろうね、自分運転うまいとは思わないで運転はしますけどね。まあやっぱ楽しいです。楽しいですけど、またちょっとあれだな、バイクに乗りたくなってきたな。いやでもまだ車の方のパーツを入れたいのがまだまだ山ほどあるんで、それを済んでからバイクの方は買ってまた乗ろうかななんて思ってますけど、いつになることやら。あと自分が気になるパーツをつけるとなると結構お金がかかっちゃうんでね、もうぼちぼちやっていこうかなと。ちょ
っと急いであれやこれや買いすぎましたり、後悔してますそこはそこはね。さてさてね、まあ今日はまあそんな長い動画にはしませんで、軽く雑談して、まあ、この辺で終わりにしたいと思ってますけどね。本当チャンネル登録ねしてくださる方本当ありがとうございますね。こんなもうわけのわかんない動画で申し訳ございませんけど。まあ、ね、ありがたいです。はい、あまり楽しくはないですけど、まあ見てやってください。はい、あとコメントもねどんどんいただいて、ありがとうございます。いただいたコメントにはね何かしらちょっと返信をね必ずしたいと思っておりますね。はい、今ぐらいのコメントの入りだと本当返しやすいんでなんかこの、まあ、文だけのやり取りですけどなかなか楽しいですね。はい、いろんなね意見持った人がいるんだなと思って。はい、じゃあということでね、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画では明るい動画を撮りたいですけどね、また来週も多分土曜は仕事の予定ですね、間違いなく1日ね。なんでまた夜のドライブ動画の雑談になるかもしれませんけど、はい、それではね今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。では。